久保さん。なんか、安春くん引っ越したらしいですね。すごいじゃないですか <laughs>。何年前ですかね ?3、4年前。確かあの、岡山だったかな。セミナーやった時に、久保さんと安春くん来てくれたと思うんですけど、確か。うん。懐かしいですね。安春くんも、安春くんにお願いする企業がいるっていうのも、これ安春くん成長しましたね。<laughs> ね。 だからね、人はね、変われると思うんすよね。うん、まあ、その安春君の初期を知らない人がほとんどなんで、あれかもしれないですけど、あの安春君が企業コンサル取るのかっていう。<laughs> もうあの、なんだ、亀も転げるぐらいびっくりするぐらいね、初期を知ってるね。まあ、久保さんが本当の初期を知ってると思いますけど、僕もまあまあ初期知ってますからね。そう。いや、変われるもんですね。 うん、はい。ということで、変われる人と変われない人の違いについてお伝えしましょう。まあ質問もね、ずっと多分、まあ、今回質問を、受けましたけど、まあ今回に限らず多分質問の内容変わらないですよ。うん。多分変わんないです。てか、変わらないから、質問の内容が変わらないから稼げてない人たちが集客、集客してるってことですよ。ぶっちゃけ稼げてたら、 僕、集客いらない、してない、できてないですよ。だから、稼げてる人って、自分で集客してるか、別に興味がないので。うん、稼げてないか,な <laughs> だから、これは、なんだ、うーん、なんか、とんちみたいな話なんですけどね。うん、だから逆に言うと、変わらないでいただくと、僕は集客し続けられるっていうね。<laughs> みんなが変わってね、みんなが思考アップデートして、みんなが発信し始めたら、僕にみんな興味ないですよ。 だからこれは9対1の法則じゃないですかね。9対1の法則って何かっていうと、9割の人は従業員。1割。1割じゃないですか。1%パーか。99対1%パー。1%パー。まあ、1%パー。1人。1人。1%パー。1人。まあ、いいや。あの社長っていう。この縮図じゃないですか。みんな、あの、会社作れるんですよ。みんな、今日から、今日でも会社作れますよ。 投機すればいいだけなんで、金払って投機すればいいだけなんで、みんな起業できるんですよ。今日でも。まあ、祝日とかと休みだったらあれかもしれないで,あのあれですけど。<laughs> でもみんなしないじゃないですか。9割9分の人が、まあ、あの、従業員として働く、アルバイトとして働く側なんですよ。だから、えー、発信も、えー、見る側。発信するよりかは発信を見る側なんで、だからまあ、成り立ってる部分はあるんですけど、 まあでもね、まあ僕のとか久保さんのこのグマンジョジャ者合宿とは見てるんだったら、少なくてもその発信する側にならないといけないし、で、その、なんだろうな、変われる人と変われない人の違いにちょっと戻しますけど、変われる人っていうのは結局、変わり続けようとする人です。なんか、吉野さん当たり前じゃないかっていう。変わり続けようとする人が変われるんです。これでも受信力の問題です。 これ今の言葉ちょっと深いと思うんですけど、受信力の問題で、どう受け取るかはあなた次第ですね。変われる人っていうのは変わり続けようとする人だけです。変わり続けようとするんですよ。でも変われない人っていうのは変わり続けられないんです。 挑戦しようと思っても挑戦したけど諦めるとはね。まあ諦めるっていう言葉の言い回し、言い換えなんですけど。<laughs> そう。だから続けてれば変われるじゃないですか。さすがに腕立て伏せもずっとやってたら何回もできるようになるじゃないですか。続けるっていう、しつこく続けるっていう。これ以外、あの、変われる方法ってないと思うんですよね。例えば、世界の言語。世界の言語でも日本語っていうのはすごい難しい言語なんですよ。 例えば、大丈夫です。何が大丈夫なんですかみたいな。あ大丈夫ですその。大丈夫ですっていうのは何が大丈夫なのかっていうその、いろんな意味が入ったりとかしてるじゃないですか。なんか、なんだろうな、断ってるのか、OK なのかっていう、なんか曖昧だったりとか、なんかいろいろ日本語ってなんか難しい言語あるじゃないですか。なんかその、どっち使うみたいな。<laughs> まあね、すごいんですよ。 で、それを習得してるんですよね、僕たちって。それって、日本語を話そうと思い続けたからじゃないですか。日本語を話そうとし続けたからじゃないですか。だって、英語も、英語に比べると日本語が難しいんですよ。でも、日本語を習得してるわけじゃないですか。じゃあ、なぜですか日本語を話そうと思い続けた。続けたんですよね。 話そうとし続けたんでですよねでも英語が喋れなくなる人って英語を習ってるんだけどそのうち英語もいいかなってなるだけですよね英語を話そうと思い続けて話の練習してたら絶対話せません ?3 年後4年後ヤサルくんみたいに変われますよ <laughs> 何年かかっててもでも途中でね日本語やっぱ難しいねっつって日本語喋らなくなったら喋れます喋れないですよね <laughs> だからその、変わり続けようと思う。そして変わり続けるために行動し続けるっていうことですよね。そうすれば変われます。でも変われない人っていうのは、変わろうとは思うし、変わろうと行動するんだけど、まず中途半端ですね。変われないぐらいの行動ってことです。変われないぐらいの思い。変われないぐらいの行動。変われる人っていうのは、変わる、変わるまで、 変わるという思い。変わるまで変わり続ける行動。もう、とんちみたいになってますけどね。うん。だから、変わる方法って簡単で、簡単って言ったら語弊があるかもしれないですけど、変わり続けようと思う。そして、そこに対して行動し続ける。変わる、変わるための行動をし続けるっていう。ただ、それだけです。もう、それしかないです。本当にそれしかないです。 それ以上のことがあるんだと聞かせてほしいですね。<laughs> どうやって諦めて英語喋れるんですかみたいな。<laughs> 久保さん無理じゃないですかね。英語をあね、習うことや,やめて、発音やめて、どうやって英語喋んのみたいな。多分無理ですよね。英語喋らない英語勉強しないいきなりネイティブで英語喋れるようになる人っていますいきなり。<laughs> 絶対いないでしょ。うん ま、そんな感じですね。いってらっしゃい。